フシモンズが大好きな Y、今日は踏み込んだ話をしていくよ。ズバリ、ラフシモンズアーカイブについてだ。アーカイブ？なんやそれ？うまいんか？書庫や保存記録といった意味があるけど、ラフシモンズの過去作品や過去のコレクションってニュアンスでいいな。ラフシモンズの過去アイテムは定価十数万円のものが3桁万円や、4桁万円にまで上がっているものもあるんだ。高騰しすぎなんだぜ。プレネってレベルじゃないな、その暴騰ぶりは。ベンツ買えるじゃねえか。もはや資産だよね。固定資産税かけていいレベルだな。今日は、1なぜラフシモンズのアーカイブがここまで高くなっているのか、2ラフシモンズの名作コレクション解説の順で話していくよ。興味がありすぎる内容で震えるんだぜ。ちなみにラフシモンズって一体どんなブランドなのかは以前の動画で解説してるからチェックしてみてね。それじゃあゆっくりしていってね。さて、ラフシモンズの過去アイテムの人気がえげつないことになっているわけだけど、中でもヤバいのが2000年代前半のコレクションだ。ラフシモンズにはファンの間でホニャララ期と呼ばれるシーズンが多く存在するんだ。詳しくは後々解説していくよ。ふむふむ、続けなはれや。ラフシモンズの過去ピースがえぐい値段になっているブームの要因は、3つあると考えているよ。1つ目の理由はズバリ、セレブリティの着用だ。ほう、これは想定内なんだぜ。ラフシモンズに限らずプレミア化はセレブリティの着用により起こることは珍しくないんだぜ。中でも、当チャンネルではよく登場する、ラッパーやデザイナーなど多くの顔を持つカニエ・ウェストの着用による影響が大きいよ。彼は、2001年秋冬コレクションであるライオット希望動機のこのボンバージャケットを頻繁に着用していたんだ。このジャケットは、現在の相場だと600万円程度だよ。車買える値段にまでなっているアイテムだね。あのカニエ・ウェストが同じ服を何度も着るなんて珍しいことだから、より注目されたんだろうな。その通りだ。ファッションブランドイージーを経営する彼が公私問わず同じアイテムを着用し続けることは滅多にないからね。その後、トラビス・スコットやリアーナなどの世界的なファッショニスタもラフシモンズのアーカイブを着用するようになるよ。このように、セレブリティがラフシモンズの過去アイテムをこぞって着用し始めたことが値段暴騰のきっかけに繋がっていった感じだ。セレブリティパワー恐ろしやなんだぜ。二つ目の理由だけど、アメリカのとある青年が関係しているよ。青年？今の爆上げ相場を作った一人が青年だというのか？その通りだ。彼の名はデイビッド・カサバントというよ。学生時代にはスタイリングを学び、卒業後はスタイリストをやっていたという。セレブリティとは無縁そうな彼が、実はこのブームの火付け役と言っても過言ではないんだ。驚きだろ？驚きも何も、さっさと理由を教えやがれなんだぜ。口悪いな。彼は学生時代から海外フリマで有名な eBay などを利用し、ラフシモンズのアーカイブを収集していたんだ。当時は今ほどの熱狂的な人気もなく、手頃な価格で買えたというよ。ブランドの古着って10年前のものは3000円くらいで買える服もあるもんね。そこまでは落ちていなかったけど、余裕で定価以下で買えるものも多かったというんだ。タイムマシンで過去に戻ってラフシモンズアーカイブを牛耳りたいんだぜ。提案でも思いつかない発想。彼は、ラフシモンズにとどまらずディオールやヘルムートラングといった幅広いブランドの名作コレクションを次々と集めていくよ。14歳の頃から服を集めていて、その数は数千着に及んでいたという話もあるんだ。数千着？とんでもないコレクションなんだぜ、羨ましい。そして2014年、彼はデビッド・カサバントアーカイブという洋服を貸し出す会社を立ち上げるんだ。ラフシモンズばっか着ているインフルエンサーになったのかと思いきや、服を貸す会社を立ち上げたのか。こりゃ想定外だ。カニエ・ウェストやリアーナ、トラビス・スコットを顧客に抱え、今日がつく激レアアイテムを貸し出していったんだよ。つまり、彼が著名なセレブリティにラフシモンズのアーカイブを貸し出したことこそが、ブームの始まりだったってわけだね。なるほどなんだぜ。MV 撮影やライブなどの衣装として貸し出したりもしていたんだろうね。カニエ・ウェストレベルのセレブリティになればアーカイブアイテムを買えるお金は余裕で持っているだろうけど、流通度が低い激レアアイテムはそもそも出回ってないもんな。そうだね。すべてのアイテムを貸し出しているわけではないけど、実際彼のセレブリティの貸し出しが話題となりラフシモンズが注目されたのも事実だ。そして3つ目の理由は、2010年代後半に流行ったラグジュアリーストリートがラフシモンズの2000年代前半のアーカイブと見事に共有があったことだ。ごめんよくわからなかったからもっと詳しく。個人バージル・アブローがオフホワイトを本格デビューしたのが2014年あたりで、この年はラグジュアリーストリートの幕を開けた年でもあるんだ。オフホワイトが流行った時はみんなこぞって着てたもんな。今やビッグシルエットオーバーサイズのアイテムを見ても違和感を感じないと思うけど、2000年代前半はエビス・リマン率いるサンローランやディオールによって、世界のモードシーンでは体のラインを強調する極細のシルエットが世間を席巻していたんだ。そんな中ラフシモンズが披露したこのルックを見ればわかるはずだ。ラフシモンズは、現代のラグジュアリーストリートの思想を20年以上前にたまたま、もしくは狙って、すでに再現していたことに。時代が20数年ぶりにラフシモンズに追いついたということか？けぇ、鳥肌が止まらねえんだぜ。総括すると、一つ目はセレブリティによる広告効果。二
二つ目は、セレブリ系貸し出していたデビッド・カサバントが生んだ、世間のラフ・シモンズへの大きな注目。そして三つ目が、現代のラグジュアリーストリートとラフ・シモンズのアーカイブが見事にマッチしたことだ。今のラフ・シモンズが暴騰している背景にはそれらの理由があったんだね。あくまで周辺情報を整理して推測したまでで、他にも様々な要因はあるだろうから一意見として受け取ってほしいぜ。あいあいさ。今からそんなラフシモンズの魅力あふれるコレクションを2000年代前半から厳選して紹介していくね。まずは、2000年春夏のスンマクムラウで最優等だ。最優等は、卒業生の中で最も優秀とみなされる学生にアメリカの大学が贈る称号という意味があるよ。このコレクションのコンセプトは何だ？オランダやベルギーの若者文化をデザインに落とし込んだコレクションだ。このコレクションではオーバーサイズの MA1 が目立ったよ。右のモデルが着用しているピラミッドボンバーが一番注目されていたアイテムだ。ロターダム・テラーコープというオランダの音楽グループのデザインを背面にプリントしているアイコニックなアイテムだね。今は出回っていないけど、ラフ・シモンズアーカイブの中でも割と落ち着いた価格だとは思うよ。もちろんプレネだがな。落ち着いた価格がわからない。わい、とても怖い。次に紹介するのは、2001年秋冬の通称ライオット期暴動期だ。オーストリアウィーンのフリーマーケットにいた若者からインスピレーションを受け、デザインに落とし込んだコレクションだ。暴動期はラフ・シモンズの中でも特に人気だったよ。レイヤードスタイルが多かったコレクションでもあったね。カニエ・ウェストが着用していたボンバージャケットも暴動期のアイテムだよね。ちなみにライオットは暴動って意味があるんだぜ。先ほど説明した通り、このジャケットは約600万円で出回っている屈指の激レアアイテムだ。オーバーなサイズ感、ビッグシルエットで構成されたピースが多く展開され、現代でも受けが良いアイテムが多いコレクションだ。ビッグバンの G ドラゴンも暴動期のアイテムを着用しているね。彼もラフ・シモンズアーカイブ収集家の一人だ。そうだったんだね。ラフ・シモンズ式にセンスが悪い人なんて存在しないんだぜ。次に紹介するのは、2002年春夏のウォーンプーゾーズフースピットオンザフィアージェネレーション。ザウィンドウィルブローイットバックだ。なんて？日本語では、恐怖の世代に唾を吐く人への災い風が吹くという意味になるよ。通称テロリスト期と呼ばれるコレクションだ。なんとも物騒な通称なんだぜ。画像を見る限り、テロリスト期と言われてる理由がわかるんだぜ。松明を持ったモデルが、黒、白、赤などの単色で顔を隠したテロリスト風のスタイルをしているコレクションだ。インパクトがあるね。くしくも、このコレクションが発表されたのは同年 9.11 アメリカ同時多発テロが起きた約3ヶ月後のことだ。ラフ・シモンズ氏は同時多発テロの随分前から構想を練ってたコレクションでもあったんだよ。この赤いフーディが一番人気だったみたいだね。国内販売は残念ながらなかったみたいだ。中古市場では30万円から50万円程度の値がつけられているよ。赤いパーカーってあまり目がいかないけど、これは確かにかっこいいんだぜ。次に紹介するのは、2002年秋冬のバージニアクリーパーだ。通称、バージニアクリーパー機と呼ばれているよ。読み方はそのままなんだな。バージニアクリーパーって響きがいいけどどういう意味なんだ？北アメリカ原産の植物の名前だ。美しい実をつけるけど、実は毒があるという植物にちなんだ。美しさ、そして脅威の二面性をテーマにしたコレクションとなっているんだよ。現在のラフ・シモンズの代名詞でもあるビッグシルエットのデザインが顕著に現れていて、自然から着想を得た色使いも特徴的だ。このヴィンテージウォッシュ加工が施されたネブラスカのスウェットシャツは、流通度がラフ・シモンズアーカイブの中でも極端に少なく数十万円になっているアイテムだ。このスウェットが数十万円って、もはやバグなんだぜ。次に紹介するのは、2003年春夏のコンシューンドだ。通称消費者期だね。ラフ・シモンズ自身の消費に対する考え方を形にしたコレクションだよ。何でも消費させることを目的とした社会の風潮に対して問題提起をしているコレクションでもあるんだね。廃棄物に手を加えたアクセサリーを作ったり、あえてロゴやマークをプリントしたりと、新しい価値観とともに、強いメッセージ性が込められたのが消費者期だ。このコレクションで有名なアイテムはあるのかな？パラシュートボンバージャケットは相場100万円程度となっているようだね。かっこいいアイテムなんだぜ。次に紹介するのは、2003年秋冬のクローザーだ。通称、クローザー期だね。イギリスのロックバンドジョイディビジョンのグラフィックを手掛けるアーティスト、ピーター・サビルのアートワークを落とし込んだコレクションだね。おーおー、この背面、激レアアイテムで有名なモッツコートなんだぜ。権力の美学という CD ジャケットがプリントされたアイテムがあるね。その通りだ。パーカーやモッツコートがこのシーズンでは名作とされていて、パーカーの相場は100万円を超えているよ。モッツコートも80から130万円くらいだね。トラビス・スコットや G ドラゴンも着用しているアイテムだ。こんなとんでもないアイテムをさらっと着ちゃうのはやばいな。これ日本で着ている人見たら興奮してナンパする自信あるんだぜ。それはやめろ。クローザー機のこのモッツコート、質感が少し違うのがわかるかね、マリサよ。あれ、これレザーじゃないか？こんなアイテムラフ・シモンズのアーカイブにあったっけ？コットンの展開だけだと思ってたんだぜ。これはまさに伝説のアイテムだ。ブラウンレザーコートで、希少すぎてラフ好きでもなかなか知らない一品だ。
ポケモンで言うとマスターボールといったところか。どやってるけどわかりづれー。このアイテムは非売品で、関係者に渡ったまさに幻のピースだ。値段はつけられないらしいよ。売るとなれば優に4桁万円を超えるアイテムだそうだ。4桁万円だと。最後に紹介するのは、2005年秋冬のヒストリーオブマイワールドだ。通称ポルターガイスト期だよ。アメリカのポルターガイスト、フランスのファンシネーションという、2つの映画からインスピレーションを得たコレクションだ。ポルターガイストって物が勝手に動く心霊現象だよね。恐怖なんだぜ。このシーズンだと、グラフィックパッチワークコートが高値で取引されているよ。100万円はいかないくらいだったかな。って記憶だな。お買い得だ。何言ってんだこいつ。さて、今日はラフシモンズのアーカイブについて解説してきたけどどうだったかな。とても面白い内容だったんだぜ。2000年代前半のコレクションが盛り上がってる理由がわかった気がするんだぜ。最近のラフシモンズってどうなの？2018年秋冬では、違法薬物のパッチワークが施されたアイテムが展開されたり、2022年春夏ではジェンダーレス大逮捕母スカートのモデルが登場したりと、最近のラフシモンズも刺激的で、語りたい内容ばかりだ。ラフシモンズは個人的に好きなブランドであるから、最近のコレクションをはじめとした話題についてを語る動画だったり、ラフシモンズ氏のキャリア内で起こった10個のビッグイベント特集といった、動画を作ろうと思っているよ。そんなん面白いに決まってるんだぜ。アーカイブアイテムに興味が出てきちゃったな。こりゃ一番開いてはいけない扉を開いてしまった可能性があるんだぜ。そりゃ間違いないわ。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。